って名乗るもおごぽごですが、みんな、りのちゃんは多分おこがましいがって言いたいの。それです、しずるお姉ちゃん。改めて問われて名乗るもおこがましいが、私たちは世界の謎を探求する秘密結社ラビリンス。あなたたちに恨みはありませんが、ちょっと介入させてもらいます。私なんてまだまだですけど、喜んでもらえてよかったです。どうしたんですか。やっぱり私には大人のデザインでしたかね。いいと思う。本当ですか。冒険してみてよかった。あれ見事なまでに絡まってますね。何が起きてそうなったのか私にはさっぱりわかりませんでしたけど。これどんどん食い込んでいきます。お兄ちゃん助けて。すごい、私の中の力がどんどん大きくなってく。これなら、私はあんたの希望、あんたが作る服にはきっと希望が私が宿っているわ。ま、私ほど可愛くてエレガントな服そうそう作れないでしょうけどね。あんたが生きている間に作れるかどうか。作ります。絶対に作ってみせます。私の希望をたくさん込めて、アリスちゃんを可愛くてかっこよくてとっても優しい最高の友達を。力を感じる。お兄ちゃんからの力だけじゃない、お姉ちゃんからの力も私の中に流れ込んできます。これぞまさに三位一体です。リノちゃん、それを言うなら三位一体。待ってる。お姉ちゃん行ってください。私はもう大丈夫です。わかった。お姉ちゃん大暴れの時間だぞ。お姉ちゃんと肩を並べて、リノちゃんに背中を預けて、私たちは最強の兄弟。お兄ちゃんのお祝いパワーで妹レベルも急上昇。まさしくバッチグーの勢いです。これからも甘やかしてくださいね。お兄ちゃんと一緒ですから、今の私は無敵ですよ。矢でも鉄砲でもどんとこいです。なんか最近はケーキがいいんですって。早速食べに行きましょうよ。いつもお兄ちゃんのお城に隠れてばかりだった私はもういません。これからはお兄ちゃんの隣で一緒に歩いていきますからね。お兄ちゃん、寒くないですか？寒いですよね。私は寒いです。なので私とギューってして温まっちゃいましょう。お兄ちゃん、後で私とお出かけデートしませんか？この衣装見せびらかしたくて。
お姉ちゃんには秘密ですよ。